可愛い姫のために満足のできる食べ物を持ってこい。満足をさせた者には褒美をあげるぞ。そこで国民はこぞっておいしいものを王様のところに持ってくるのでした。まずはじめにやってきたのは北海道産の生きのいい鮭を捕まえた鮭商人でした。もう一回すいません。シャケさんすいません。焼き鳥は豚肉なんだよね。そうなんです。美味しそう美味しそう。これはどうだ。